ごコープとは、ブログ、半蔵商店を運営する、宮城半蔵が主催する、電子音楽レーベルとそこで活動する、同盟ユニットである。本校では、半蔵による、音楽プロジェクト、半蔵商店、東京歌舞伎ボーイズの作品についても述べる。半蔵商店名義で、半蔵商店1周年記念アルバムとして、電気グルーヴのサンプリングのみで構成された、アンビエントアルバム。 ズボックスを発売。そして、そのリミックス版、ズボックス360を発売。その勢いでハンゾーは CD を作成しようと思う。そして、ハンゾー商店名義ではなく、別名義である、ゴコープという名義でレーベルを作り、その名前のユニットで活動することを、ハンゾー商店で発表した。そして、その後、ファーストシングルである、ゴコープ EP を発売。以降、 アンビエントやドローンなどを基調とした電子音楽を発表し活発に活動するも2013年発表の1902年ライプツヒの初雪を演算せよこと以降の音源の発表はなかった。だが5コープ10周年である2017年半蔵商店にて新作を制作していることを発表。3年後である2020年に約6年ぶりのシングル 死死は交渉しない。死死は傲慢でよいが、バンドキャンプにて、配信開始した。雑語コープという名義での初の作品。作品発売日が2007年の七夕なので、生産量が777枚限定や777円。企画番号も5コープ -777 など、7という数字をテーマにしている。また、短冊のようにするため、8CMCD にしている。 また、半蔵商店にて各曲を解説している。春になると忘れてしまう冬の情景を表現した作品。キャッチコピーは春になると聞こえなくなる音。である。前作の風呂に入る猿のイメージは本作にも続いている。ドローンを多用した前作、前々作とはまた違うタイプのアンビエント。音の断片によって構成するという。 ズボックスとも通ずる作品。タイトルは本人は気に入っているらしいが、納品書に書くときは恥ずかしかったという。初めてプロモーションでフライヤーを作成した作品。1001秒ぴったりに収録してある。15分ぴったりのドローン作品の曲を2曲、収録した30分ぴったりの作品。半蔵が30歳であることを記念して作成した作品。 タイトルの意味は30歳までの30分間。ジャケットはトの,とのタイムドットのパロディ。至るところに YMO のテクノデリックのオマージュ、パロディがされている。キャッチコピーは、いわゆらないゴックアップデリックであり、テクノデリックの、いわゆるテクノデリックのパロディである。前々作の水銀うさぎというテーマが本作にも取り入れられている。ドローン一曲と、その対 60分間ちょうどに効果音 CD などから切り取った雨音のみで構成された作品。厳密には電子音楽ではない。過去の作品や別の人の作品と合わせて聞くべきと言っている。アンビエントは環境音楽も含むためアンビエントではある。左右両方のチャンネルから別の雨音が再生される場合もある。一曲収録である。また、この企画は 前述にもある通り、半蔵商店の2010年9月28日のエントリー、アメ DJ にこれを着想したような記述がある。ノンビートドローンが2曲収録されているアルバム。タイトルの下でありそうな記述が、半蔵商店2010年10月2日のエントリー、銀猿の R、アメリカの広告でされている。5コープ設立5周年記念で制作された作品。また、それを記念して、 初めてのファイル配信での発表となった。録音された素材をエディットしていく、これまでの手法ではなく、10分強のライブレコーディングの前後をカットした、ほぼ一発撮りのトラック。素材となった音源は2011-11に制作し、録音と編集とマスタリングは2012-7の行われた。タイトルの由来は、星の王子様を意識した、星の子忍者様である。 キャッチコピーは、ライブレコーディング。涼やかに浮遊する、電子音。ファイル配信作品、第2弾。キャッチコピーは、電子音と、非、電子音の断片を移ろう、ヒミニマルなドローン。である。キャッチコピーの通り、ドローン作品である。また、至るところにサンプリングがされている。ファイル配信作品第3弾。キャッチコピーは、電子音の反復が織ります。 書かれないことを試みる動画。テーマは架空の1960年出版に絵本のサウンドトラックに収録されていない曲や1960年の架空の自動向き被告映テレビのテレビ映画の挿入歌でない曲をイメージした作品。久しぶりの CD 作品。少年たるほと水銀ウサギの続編的作品。少年たるほと水銀ウサギと同様。 音の断片によって構成されている。キャッチコピーは僕たちみんな科学の子であり、テーマは文学少年に恋しない科学少年のための4曲入り EP。2012年12月20日から同月26日にかけて半蔵商店にて本作を説明しているのであろう。小説のようなもの、5コープ1000人に関するという文章が発表される。 ファイル配信作品第4弾。ドローン作品。衣装は未まだに発表されていない。ファイル配信作品第5弾。衣装は未まだに発表されていない。ジャケットデザインが 8CMCD の形であるが、決して 8CMCD ではない。後半にカップヌードルの CM がサンプリングされている。約6年ぶりである、15作目。 ゴコープが10周年の年であった2017年に音源が制作されていることが半蔵商店にて発表され3年が経ちバンドキャンプにて配信を開始したちなみにゴコープのバンドキャンプでの配信はこの作品が初めてであるマスタリングはテイラー・デュープリンが担当した半蔵商店名義で出演したものも含む主催したイベントはタイトルの左にをつける 2005年6月11日テクニカラーに2 0 0 5年8月9日嵐の獣24回目2005年9月3日テクニカラー32006年2月18日草2006年7月29日2008年2月18日ワイヤレスファイナル2008年9月6日クワイエットラボラトリー1.02010年1月22日 クワイエットラボラトリー .12010 年8月28日、ライコムディスコナイト2013年7月26日、花沢ナイトスクープ2016年10月22日、パーキングエリアスペシャル2018年7月1日、突然ユニットの活動開始とファーストアルバム、東京歌舞伎ボーイズ、VHS の配信が発表された。ジャンルはベーパーウェーブであり、 作品はすべてバンドキャンプで公開される。ありがとうございます。